今回紹介するこのマグカップは映画の試写会を見た者のみが手に入れることができる幻のデザインなのだ。どうだ、全国のドラえもんファンの諸君、羨ましいやろ。メルカリには売ってやらないぞ。ルーダスだね。お、ハロー、生なき光の実況者ルーダスです。効果の動画なんだけど、あの国民的人気アニメキャラクタードラえもんからクリスマスプレゼントが届きました。はあ、嘘つけルーダス、このドラえもんからクリスマスプレゼントが届くわけねえだろって思った方いるでしょ。ところがね、来ちゃったんだよね、クリスマスプレゼントが。ドラえもんから送られてきたクリスマスプレゼントがこちら、ドゥルル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 ルドラえもんからもらったプレゼントがどんなのかと思ったら、なんだよ、ただのマグカップかよ。そんなマグカップくらい劇場に足を運べばいくらでも売ってんだろうと思った方いるでしょ。劇場のグッズ売り場に売っているマグカップをわざわざドラえもんがクリスマスプレゼントとして送ると思うか。今回紹介するこのマグカップなんだけど、スタンドバイミードラえもん2の試写会を見た者のみが手に入れることが許される限定モデルのマグカップなのだ。ご縁があってね、スタンドバイミードラえもん2の試写会を見る機会を得ることができたので、その試写会に参加した記念としてこの限定モデルのマグカップがクリスマスプレゼントとしてドラえもんが送ってきてくれたってわけ。ちなみに試写会のことについてはツイッターの方でもつぶやかせていただきました。ではこの限定モデルのマグカップがどういうデザインになってるのか簡単に見ていこうか。まず正面の部分がドラえもんのお腹の部分になってるみたいだね。よじれポケットはないみたいだけど、で裏の部分がドラえもんの尻尾、そこの部分はスタンドバイミードラえもん2のロゴが入ってるみたいだね。ちなみにマグカップはこの箱に入って送られてきました。正面がドラえもんの顔、左右がこんな感じで、上の部分がスタンドバイミードラえもん2のロゴが入っています。後ろには注意事項が書いてあり、そこの部分には何もない。箱の下の部分をよく見てみると、スタンドバイミードラえもん2って文字が書いてあるみたいだね。王の部分がドラえもんの顔になっていて可愛らしいね。それと試写会に参加した記念として、のび太静香夫婦から感謝の手紙も届いていました。サンキュー、先日は2人の門出をお祝いいただきまして誠にありがとうございました。ささやかではございますが、記念の品マグカップをクリスマスプレゼントとしてお送りいたします。どうぞお受け取りください。未熟な私たちではありますが、力を合わせて温かい家庭を築けるよう努力します。今後とも末永くご指導のほどよろしくお願い申し上げます。のび太&静香202011月20日スタンドバイミードラえもん2公開日という内容になってるみたいだね。スタンドバイミードラえもん2の試写会に参加した者のみが手に入れることを許されるこの限定モデルのマグカップ、自分用として使おうかなとも考えたんだけど、マグカップの方は先日自分用の買ってるから、そうだな、じゃあ親孝行も兼ねて母親にこのマグカップをあげたいと思います。というわけで今回の動画はここで以上となります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ドラえもん、素敵なクリスマスプレゼントありがとな。